600は前は過ぎて3コーナーから4コーナー、先頭は5番 TM 迅速、2番手に2番ケイティブレイブ上がって前との差を詰めてきました。内は4番ゴールドドリーム、4コーナーカーブから直線に向かいます。外からリッカルドも前を追ってくる。前の争い、今度はケイティブレイブ、内をつくゴールドドリーム、内からゴールドドリーム、ゴールドドリーム、ケイティブレイブ、この2頭の争いになって200を切った。3番手外からサウンドトゥルー追い込んでくる、その内はリッカルド、あとはアオーディ、前の2頭並んだ体勢、あと 100m、 ゴールドドリーム、ケイティブレイブ、2頭の競り合い、サウンドトゥルー3番手、内からわずかにゴールドドリームか、ゴール。連覇を狙った2番ケイティブレイブに内から襲いかかった4番ゴールドドリーム。そうですね、まあ、現役でね、まあ、かなり強い位置にいることは分かってるんですけど、この大井の 2000m というのは今まで2回挑戦して、全然勝てなかったの でまた、まあ、ケイティブレイブというのが2歳、3歳の頃から、まあ、ちょっとライバル的なところがあって、初めて地方競馬で勝ったので、だから、まあ、嬉しかったですね。直線は2頭の叩き合いでした。どうご覧になりましたか。まあ、内から、ね、伸びてきて、まあ、KT ブレイブに並びかけましたけど、まあ、KT ブレイブの強さは本当に身に染みて分かってるんで、最後まで、ね、抜きつ抜かれちゃったんで、まあ、ちょっと声出ました。次走などはどんな目標なんでしょうか。そうですね、まだこれはもちろんオーナーサイドの、ね、相談ですけど、まあ、去年みたいに南部杯から行くのか、まあ、チャンピオンズカップは行くので南部杯から行くのか JBC から行くのか、まあ、その辺のところはまた相談して決めたいと思います。ではカメラに向かってファンの皆様に一言お願いします。そうですね、ちょっと今日は大きなことも言ってもいいかなと思うんで、まあ、これで名実ともにね、日本一 のダート馬ということになれたかなと思うんで、これからもその、まあ、今日ももちろんチャレンジ精神で来たんですけども、これからもまだまだやることはいっぱいありますんで、真のチャンピオンを目指して頑張っていきたいと思います。また頑張ります。今どんなお気持ちですか。まあ、すごくいい気持ちですね。この馬で G1 を、2つ勝つことができただから、すごく嬉しいですね。はい。スタートですとか道中はどんな手応えでしたか。この馬らしいですね。スタートでちょっと1本目と2本目はちょっと遅いです。だから、まあ、6番手7番手になりました。まあ、それからとてもリラックスし、まあ、自分から4コーナーで出してくれました。直線では2頭のマッチレースどうでしたか。2頭で大きなファイトでしたね。まあ、決勝戦まで頑張ってくれましたね。はい。それではカメラに向かってファンの皆様に一言お願いいたします。今日は大井競馬場でファンがたくさんいました。来てくれてありがとうございました。今日は、ゴールドドリームは一番強かったです。また G1 を勝てると思います。また応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。